ザビーネ・ベルクマンポールはドイツの政治家。1990年にドイツ民主共和国最後の人民議会議長を務め、事実上の国家元首と扱われた。東西ドイツ再統一後はヘルムート・コール内閣で無認所大臣や政務次官を歴任した。アイゼナ派生まれ。宗派はプロテスタント。1964年にアビトゥーアに合格するが、進学を許可されず。 ベルリン大学で2年間法医学の実習に従事した。1966年に同大学で入学を許可され、1972年に卒業。1979年から肺の専門医となる。1980年医学博士号を取得。1980年から1985年までベルリンフリードリヒスハインクの肺病、結核医務課長。 1981年、衛星政党であるキリスト教民主同盟に入党。1985年から1990年まで、東ベルリン市の廃病、結核医務課長、夫との間に二次を設ける。党革命後の1990年3月18日、東ドイツで行われた人民議会の初の自由選挙に、世紀から立候補し当選。4月5日、 人民議会の議長に選出される。同日改正が可決されたドイツ民主共和国憲法第 75A 条にのっとり、国家元首の地位は国家評議会議長のマンフレート・ゲルラッハから事実上人民議会議長のベルクマンポールに移行した。東西ドイツが統一される前日の同年10月2日まで東ドイツの国家元首を務めたが、国家元首は象徴的地位で、 統一に関する実務は、閣僚評議会議長、ロタールデメジエールの内閣により行われた。10月3日の東西ドイツ統一に伴い、旧西ドイツの第3次コール内閣に、特命無認諸大臣として入閣。同時に、ドイツ連邦議会議員となり、ドイツキリスト教民主導名に入党。翌年の連邦議会選挙で大臣から、保健省政務次官に転じ コール内閣が退陣する1998年まで、勤めた。2002年の総選挙を最後に、連邦議会議員を辞して、政界を引退。2003年より2012年まで、ベルリン赤十字社総裁を務めた。ありがとうございます。